はい、こんにちは。また、たくみさんに来ていただきました。もちゃなしに。呼ばれたから来たのに。役割ありません。まあ、花です。で、2019年の、東大の第一問。新鮮、ピチピチじゃないですか。で、積分で、東大がこの第一問に積分を持ってきたのは、はい、たくみのマンデー積分、毎週見てるかいっていうメッセージだと思うんですけど。そう、僕は毎週ね、月曜日朝7時半にアップしてる積分を見てるかどうかというね、東大のな、東大のなんて言ってたっけ、やっちゃうんだから、なんて言っちゃうんだ東大のね、はい、どんな学生が欲しいかっていうメッセージで、しかもあって、あれだよね、実は京大とか明大でも積分同じような出てるね。京大と明大と電通とかね、東スクの定積分ばかり出たらしいですね。月曜日マンデー積分見ないとみんな大学がね。そうですね、はい、もうじゃあますます再生数ドカンという感じでドカン25,000ぐらいリアルな声してやるだな。この積分じゃあ解説してもらうんで、はい、お願いします。ここに今、はい、映ってないですけど、キャスター TV の栗崎さんとザビエルが、観客でチャチャ入れたりするかもしれないですけど、なるほど、ね、私は寿司に用意があるんで、もちろん編集があるので、じゃあ、我々の人で去るんで、お願いします。はい、お願いします。それでは解説していきましょう。今ね、ここには強力な、ね、ゲストがいるので、まあね、受験生はこの問題を見たときに結構ね、焦ったんじゃないでしょうか。めちゃくちゃご利用の定積分の問題で、まあ、かなり、ね、計算力を問われると、多分計算しながら計算ミスがないかね、すごく怖かったと思うんですけど、僕にはね、受験生には普通ついてない味方がいるので、もし計算が間違っていたらすぐに指摘してくれればですね、まあ、そこでやり直せないのでよろしくお願いします。はい、まあ、あ、めちゃくちゃいい方法を感じた。これ一瞬で解けるわってやりたかったんですよ。全然浮かばないから、別々別々に展開してやっていきたいと思います。今ね、普通に栗崎君がもうすごいびっくりしたから、探してるんで、そう、直前にね、話した時に、これ、うまい方法あるんですかねって言って、ね、めちゃくちゃね、ありそうで、もし東大模範解答出して、めちゃくちゃうまいやつだったら、めちゃくちゃ感動するなっていうのもね、結構ね、これ問題、これはね、結構前から教えてもらって、前からっていうか、昨日、勘太郎さんにこれやってくださいって言われてから考えて、さすがになんか一番いい解答でやったらバズるんじゃないかと思ってね、そうですね。まあ、ダメだと思って、やっていきたいと思います。そういう感じになりますね。これはまあね、ニコニコの方の積になってるので、分解して展開して4つのね方にしてしまいましょう。そうするとまあね、よく見る積分が4つ並ぶので、まあシンプルではあると思います。01の x2dx で、あとはこの展開が終わって、次にじゃあこれいきましょう。どの順番がいいかな。こっちから先にいきましょう。簡単なやつから並べます。ルートの 1+x^2 f(dx) と、で、あとはじゃあ次は、でもね、簡単にしたいですね。こうにしましょう。じゃあ、プラスの0、1で、1+x^2のこうなので、これ2分の3乗ですか。2分の3乗。で、x の、3乗と、dx。で、あとは、最後ですかね、ここだけ。プラスの、あ、結構ここまで来るんだ、積分書くと。こっちがやばそうですね。0、1の、ああ、板書で結構、板書計画で、ね、今ね、混乱してます。1+x^2の、塾講師からやってる人はですね、必ず授業をする前にね、板書計画から立てましょう。今ね、それを怠った結果、結構焦ってます。x^2 の、dx ということになりますね。で、今、じゃあ、どうしようか。これ分けて、じゃあ、4つにしてやっていきましょう。1つ目が1、2つ目が2、3つ目が、じゃあ、3、4つ目が4と。今週の積分ではですね、いつも難易度をつけてるんですけど、まあ1番が難易度0 星0、まあ1にしましょう。最低が1でやってるので難易度が1で、で、これもね、気づくか気づかないかっていうのでありますけど、じゃあ難易度が1で、3番はこれ無数に解法が浮かびますが、まあ時間積分せずに今回いけるかな。痴漢積分せずに行く方法でやりましょう。じゃあ痴漢積分の解答多分世の中にたくさん出回っていきますので、じゃあ痴漢積分あえてしないでいきますね。そうしたら難易度は、まあやり方によってですけど3ぐらいいくかなって。もちろん解法が浮かぶかどうか多分2ぐらい、ただ今回紹介は多分3個ぐらいかなと思います。これもね、なんとかつきにくいですけどね、2個ぐらいにしましょう。じゃあこんな感じですかね、難易度で言うと。これをですね、別々にやっていきたいと思います。だからまあ、1ヶ月分の月曜の積分をやりたいと思います。はい、結構ね、どうしますかね。結構綺麗に本当は書きたいんですけど、結構板書ね、レイアウトこだわる派なので、すごく今でもイライラしてるんですけど。じゃあ、こっち側にやっていきたいと思います。まず1番から。もうこれ、分かるやつ一緒にやっていいですかね。1番はこれは、定積分する3分の1の x3 乗の01なので、3分の1になると。これはもう、
見なかったことにしましょう、これで丸1番おしまいです、次丸2番に行きたいと思います。丸2番、これがですね、まあ変にね置換積分とかも もちろんねルートの形見たら置換するっていう丸丸分母 D とか置いても、まあ、解けるはずですね。ただまあこれ常にね最初はパッと見た時に原子関数を考えるって癖をね持っていれば、中身の微分した時にこれちょうど 2x で同じ次のやつが来るので原子関数見つけやすい形になっています。実はこれは、定積分にあることの 1+x の2乗の01と、これ原子関数になってますね。これ微分すると2分の1乗なんでマイナス2分の1乗になって分母にルートきます。でその後に2分の1でできた2分の1と、あとはここから出てくる2で消し合うので実は全く同じになります。なのでこれも一瞬でルート2引く1と、分かると。丸2番まで本当に星1個、よりも低いレベルだと思います。丸3番に行きましょう。これ多分ねここまでは多くの人がもう解法分かれないと思うんですけど、丸3番はまあ初見ではパッとね置換積分やりたくなります。いわゆる 1+x 以上の形が入っているやつは x イコールタンジェントシータの置換積分っていうのがもう一つオーソドックスな、ね、解法であるので、それでやっても全然いけると思うんですけど、今回ねもっといい方法が浮かんだのでそれやってみたいと思います。まあこれが唯一の東大のメッセージがあるとしたら、もしかしたらここなのかもしれません。ここが実はね2分の3乗と2分の1乗、これルートと2分の1乗なので、実はその1個マイナス1個分ずれたら実はこれになるんですね。だからどうするかっていうと、実はこれはどっかに書いた方が分かりやすいですかね。こう見たいと思います。この部分ちょっと工夫をしてみたいと思います。これが唯一の今回の面白みかもしれません。どうしようか、 x の2乗で1+x の2乗のマイナス2分の1のこれ微分をするとマイナス2分の1が置いてマイナス2分の3乗になって、これが同じ、そして 2x が来るので、これマイナスつけとけばいいんですかね。実はこの部分ってこれと同じですよね。 2x 出ますよね。 x3 個になってこれになりますよね。いいですね、栗崎君。そうですね、大丈夫ですね。これかっこよくない？かっこ、これうまいですね。これちょっとセンスがある。どう？俺の顔とどっちがかっこいい？ダビデ君に聞いたら間違いしたね。もうね、ルックスでね、ルックスでね、ご利用ししてる人間だからね。くっそ。あいつ、聞こえて間違えましたね。かっこいいと思います。じゃあ、やってみたいと思います。こうやってやって、なんでやったかっていうと、さっき言ったように、まあ、1個に微分形で書いたのは理由があって、分積分できるんじゃないかなと思うわけです。分積分をしましょう。そうすると、最初に、マイナスの x2 乗で積分する形なのでなくなりますね。 1+x の2乗のマイナスの2分の1で01と、あとはマイナスマイナスプラスなのでプラスにしましょう。プラスの01で微分が入るので 2x が出てきますね。外に2を出して、そうするとこれがイケメンと、かなりおお、かっちょいい。同じ丸2と同じ丸2でイコールこれやると、マイナスルート2分の1で0ですね。であとプラスの2の丸2と同じなのでルート2引く1になります。これちょっと書いておこう、分かんなくなる。これがですね、実は丸2と同じなんですね。はい、丸3番まで終わりました。丸4ですね。これは、ね、浮かばなかったです。いい方法、特にまあ仕方ないですね。泣きの置換積分です。この形があるものっていうのは x イコールタンジェントシータと置換するとうまくいく。まあもしというか、まあ、一つコメントできることがあるとしたら、普通まあ分数関数のこれ計算ってなるべくね分子の実数を下げたらやりやすいのが多いので、言ったらこれもね一応 x2 乗を 1+x2 乗で割るってやると実は実数は下げれるんですね。実際そうすると、そうすると 1+x2 乗分の1のプラスの x2 乗足す1分の1とかって、違う、 1+x2 乗分の1かというふうに、まあ、実数は下げれるんですけど、結局ねどっちもタンジェントシータの置換積分しか浮かばないので、まあね、タンジェントシータの置換積分ですと、これ中身で三角関数ごちゃ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 して、まあ、消えてくれるのでよく、だからまあこのままね今回は行きましょうということでですね、やってみたいと思います。についてはちょっと別枠で、じゃあちょっとすいませんね、断立しますが、意味が x イコールタンジェントシータと置換すると、まず dx と dθ の関係だぞ。 dx がコサインの2乗シータ分の1 dθ で、範囲っていうのが
xθ あれば x が0から1で連続なくなったらどこでもいいですけど、もちろん普通だったら0から4分の π と。こんな風なので準備が整いましたかね。ということでですね、なんて書けばいいのかな、一番レイアウトにこだわるんでねこういう痴漢をしてから丸4の式をじゃあやっていきましょうと。丸4ってはどうなるかっていうと、0から4分の π で最初の x がタンジェントシータなので、タンジェントの2乗シータで、あとがこれが1たすタンジェントの2乗シータって言ったらコサイン2乗シータの1なので、分数にして2乗されてるので、これコサインの4乗シータになります。コサインの4乗シータ、であとがコサイン2乗シータ分の 1d シータなので、こうと。これいろいろと消えてくれますよね。2乗の分が消えて2になって、タンジェントってコサインのサインなので2個消えてサイン2乗だけ残ると。なのでイコール、どうしようかな、今ね余白を考えてますが、これお書いちゃおう、0から4分の π で、サインの2乗のシータ d シータと、この積分だけでいいので、これがイコール、もちろんね三角関数って2乗とか3乗とか積分しにくいので次数を落とせます。次数をね簡単に下げる関数ってほとんどないんですけど、三角関数はそういう特殊性があって次数をそのまま下げることができると。どうなるかっていうと、もちろんこれは半角の公式で0から4分の π の2分の1マイナスのコサインの 2θ と、d θ なので、これどうなるかっていったら積分すると2分の 1θ マイナスの4分の1のサイン 2θ で、0から4分の π、 これ0の方は、ね、0になって嬉しいですね。4分の π 入れたものを結果書くと8分の、π で、マイナス4分の1でサイン4分の π ならこれ1か、だから8分の π マイナス4分の1になります。じゃあ今までの結果ちょっと色をつけてまとめておきましょう。丸1は3分の1で、丸2がルート2引く1で、丸3がマイナスルート2分の1足す2カッコルート2引く1、丸4の結果が8分の π 引く4分の1となります。以上を使ってね、見てこれレイアウトの紙なので、これで答えを書くと実はねめちゃくちゃ綺麗に出てきたように見えると。これは、ね、最初から頭にあったんですよ、はい、ということでですね、やりたいですね、かっこよくやりたいですね。まあまとめられる部分まとめちゃいましょうか。まず π がつくやつ1個しかないので8分の π だけじゃあ先に書いちゃいましょう。8分の π、 あとはルート2がつくやつですかね。ルート2がつくやつってのは、やっぱりメモろう。係数が1。ルート2は係数しか見てません。ルート2は係数で、あとが、これが、マイナス2分の1か。有理化してますよ。マイナス2分の1。で、あとが、2か。いいよね。で、マイナス2分の1で、2で、あとルート2はない。これだけ本当に。ルート2って、あ、これだけか。そうすると、ここで計算すると3で、2分の6なので2分の1引いて2分の5ルート2とプラスの2分の5ルート2、あとが、定数部分ですかね。定数部分の計算をちょっとじゃあメモしておきましょう。3分の1で、あとがマイナスの1、マイナスの2、あとはマイナス4分の1、なんかできる気がしてきたぞ。これで通分した結果書く。分母が12が一番最小公倍数ですかね。12にしてあげて、これが4引く12マイナスの24マイナスの3なので、マイナスの27マイナスの39でマイナスの35になるので、マイナス12分の35ということになります。なるらしいですね。実はですね、もう前もって考えてあって、これが間違ってたら恥ずかしいんでね、ザビエル君にね、回答の写メを持ってもらっています僕は、渡した回答だってますか。合ってます。この数字ですか、本当に、はい、間違ってたら俺のせいじゃないですもうこんなんで合ってされたら、ありがとうございますということでね、はい、せっかくなので移りましょう。じゃあ、はい、皆さん、はい、冒頭の3人とは違う3人はね、あ、僕は同じでした人がね、いますが、ということで何か告知があればここで、じゃあザビエル君、告知をお願いします。告知 YouTube へのじゃあ誘導しましょう。ちょっと待ってください、これ1回
いや、止められません。すぐに、すぐにもう言われたら、秒でね、YouTube の宣伝できるようにならなきゃいけません。簡単な話すれば。おはようと、どうも、ザビエルです。ぜひ、ザビエルのチャンネルを覗いてみてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ、栗崎くんで。そうですね、自分の方でこうやって解説を匠さんがしてくださった、してくださったんですけど、自分の方でもね、東大の問題の公表などをね、今後、はい、多分来週中に上げていくと思うので、はい、ぜひ、キャストダイスの方もね、見てください。はい、皆さん、じゃあ今日はカンタローハウスにお越しいただき、誠に。